いやー、何か秋に主役になるようなライトなアウターが欲しいな。まあ、秋といったらこうステンカラーコートみたいなものもあるけども、着丈が長いのがあんまり好きじゃないんだよな。もうちょっとサクッと羽織れて秋も使えて、まあ、春にも使い回しをしたい。なんだったらなんか重ね着をすれば冬にも使えるような便利なアウターがあるといいんだけども、なんかそんな便利なものっていいものないのかなと思ってる皆さん、こんにちは、スタイリストのしゅんです。今回の動画なんですが、秋の最強アウターはこれに決定というテーマでお届けをしたいなと思っています。それは何なのかというと、もう結論をお伝えしますと、僕が今着ているこちらのですね、デニムのカバーオールなんですね。まあ、僕はですね、デニムのカバーオールが大好きで、まあ、動画の中でもよく着てるかなと思います。まあ、これまでにもですね、何着も購入してきましたが、やっぱり自分の中でもこだわりのアイテムなので、せっかくだったら自分自身のですね、こだわりをふんだんに取り込みながら自分のブランドで作りたいなということで、今回ですね、久々です、最近はご無沙汰していたんですけども、自分のブランドのですね、紹介もしてみたいなと思っています。今回制作したこちらのデニムのカバーオールがですね、かなり仕上がりがいいので、まあ、皆さんに自信を持ってご紹介ができればなと思っています。実は僕のブランドでカバーオールを作るのはこれ2回目なんですね。春にもですね、1着作っていまして、そちらは僕がもう一つ運営しているメンバーシップチャンネルの方でですね、皆さんにご紹介してたんですね。なのでこちらの皆さんに見ていただくチャンネルの中では初めてこちらのカバーオールは紹介する形になります。まあ、春のものと比べて今回のものはですね、秋冬バージョンということで、生地をちょっとだけ厚めにしてあるんですね。 13.5 オンスのですね、デニムを使っていまして、まあ、これぐらいが一番中用で使いやすいかなと思います。まあ、最近気温がですね、だいぶ下がってきましたが、今時期だったら T シャツの上にさらりと着るような形でも使えますし、ニットを内側に着たりすれば冬の前半ぐらいは意外とですね、このカバーオールでこせてしまうかなと思うんですね。もちろん7月ぐらいになってくると暑くてこの生地感だと難しいかなと思うんですが、春の前半はこういったですね、カバーオールガンガン着ていただけるかなと思うので、まあ、そういった点でも使いやすいような厚みにしています。まあ、デザインは結構こだわりまして、まず襟ですね、ちょっと大ぶりにしています。上襟の方が大きめにしてあって、下襟はちょっとコンパクトめの襟型にしています。あとはボタンの留め方なんですが、いわゆる飛翼と言いまして、ボタンがですね、見えないような形になってるんですね。まあ、やや上品な形になってまして、締めていただいてもバランスがいいですし、もちろん開けていただいてもですね、雰囲気いいです。開けるとこんな感じですね。ラフな雰囲気になるので、僕は開けて着るのも結構好きなんですが、締めてきた状態も肥沃になっているので、結構見え方としては美しいかなと思います。まあ、古着のカバーオールを一つの参考にしているわけなんですが、サイズ感は現代的で、肩のラインはちょっと落ち気味になっています。そして身幅もゆとりがありまして、着丈もしっかりと長さを出してるんですね。僕は G ジャンも大好きなんですね。だけども G ジャンって着丈が短めなので、やっぱり着るとカジュアル見えしてしまうんですね。一方でデニムのカバーオールというのはしっかりと長さがあって、お尻が隠れてくれるので、大人の男性にもですね、カジュアルの中にも程よい綺麗さというところを出すことができるので、結構使いやすいアイテムかなと思っています。でカバーオールってこの胸ポケットは左側にある場合が多いんですが、こちらは省略をしました。腰ポケットだけで、なるべくディティールはですね、すっきりめに配置をしています。そして色合いなんですが、これもですね、加工感がすごく重要だなと思ってまして、かなり凝って作ってます。まず素材自体はデニムといったらやっぱり岡山県が有名な産地になってくるんですが、その岡山の中でも結構老舗の生地屋さんですね。名前はちょっと言えないんですが、様々な海外のハイブランドもですね、こちらの生地を使っているので、結構上質なデニム生地なんですね。それに対して色落ちの加工をかけてるわけなんですが、まあ、そちらも国内のですね、岡山県の会社さんにお願いしてるんですが、ドメスティックブランドのデニム加工なんかをですね、主に行っているような会社さんなので、非常にクオリティの高いですね、色落ちが再現できてるかなと思います。僕自身ですね、本当に安いものから高いものまでいろんなものを着ているので、まあ、ある程度ですね、満足度が高い加工のものを着たいなという思いがあったんですね。なので素材にもこだわりましたし、色落ちの加工にもこだわりました。デザインはちょっとミニマルな形で、秋が来ないようにして、着るたびに味わいが増していくようなですね、一着に今回は仕上げてみました。ちなみに今着てるのは身長164センチ53キロで M サイズになります。ちょっとゆったりめですよね。僕はこれぐらいのサイズ感で着るのが好きなんですが、僕ぐらいの体型であれば S サイズでもいいかなと思います。サイズ展開は SML XL となっていますので、まあ、皆さんのですね、通常着るサイズを選んでいただければ
サイズ感は少し緩めになっているので、まず間違いがないかなと思っています。着こなし方はですね、そんなに難しくなくて、僕はですね今内側にですね、これまた自分のブランドもなんですが、マイクロボーダーのですねカットソーを合わせています。これがですね僕はハマりがいいなと思ってまして、よくですねこの2つを合わせているんですね。あとはもちろん白無地 T シャツだとか、白ベースのプリント T シャツなんかでも相性がいいので、そういったもので合わせてみてください。でボトムスに関してはですね、いつも通りブラック系のイージーパンツですね、このあたりを合わせていただければ、上半身はカジュアルで、ボトムスでギュッと引き締めるという着こなしが完成するので、ハマりは非常にいいんじゃないのかなと思います。今時期であればこのような形でブラックのパンツもいいんですが、例えばこちらのようにホワイト系のデニムと合わせてあげて、爽やかな雰囲気に振ってあげると、春なんかにはより使いやすいかなと思います。また先ほどもちょっと触れましたが、冬場もですねこの上にロングコートなんかを着るとハマりがいいんですね。 G ジャンなんかでよくやるんですが、ロングコートの内側にデニムが覗いて程よいカジュアル感が出ますし、コートを脱いだ時にもちゃんとですね様になるようなスタイリングになるので、これから先の冬場にも活躍してくれるような、そんな一着になってるかなと思います。もう僕のブランドの中でもこれまでで一番こだわった一着になっているので、ぜひ皆さんにもチェックしていただきたいんですが、いつもですね僕がご紹介しているようなプチプラ系のブランドに比べると値段はですね、どうしても国内生産で国内の生地なので安くはないところが一つのネックかなと思います。素材だとか生産背景に関してはドメスティックブランドとほぼ同一になってるんですね。なのでこういったカバーオールだとだいたいですね4万円とか5万円オーバーのものが多くなってくるんですが、今回はですね僕のブランドのオリジナルということで、店舗もないですし広告費もかけてないですね。僕がこのようにですね直接皆さんにご紹介するだけなので、広告費みたいなものはかかってないんですね。なのでなるべくコストを下げることができまして、なんとか3万円台を切って2万9000円台になっていますので、しっかりとしたアウターが欲しいという方は結構間違いのない選択肢になるのかなと思っています。ちなみに発売日なんですが、こちらの動画のアップと同時にですね、僕のブランドソーのですねオンラインサイトの方でスタートしておりますので、動画の下の概要欄の方からぜひチェックをしていただきたいなと思っています。でお届けに関しましては、すでにもう在庫がありますので、お買い上げいただいた方から順にですね 2,3 日以内にはお届けできるかなと思うので、到着まで楽しみにしていただければなと思います。今すぐ着れるようなアイテムですので、ぜひ皆さんにですね受注生産という形ではなくて、すぐに楽しんでいただきたいので、今回はこのような形で販売することになりました。ただどうしてもですね全部手作業で色落ち加工なんかもやっております関係で、数がそんなに多く用意できなかったんですね。なので今回の生産分で秋冬分はもう終了になりますので、気になる方はですねこちらの動画の下の概要欄の方からチェックをしていただければなと思っています。これからもですね僕のブランドソーでは国内生産国内生地で、丁寧にものづくりを行っていきたいなと思ってるんですね。商品のバリエーションはサイト見ていただくと分かる通りスカスカです。本当に少ないです。でも僕はそれでいいと思っていて、あんまりこう頻度高く商品を作っても自分が納得できないものをリリースしても意味がないと思っているので、自分自身が欲しいなと思うもの、自分自身が納得感があるものをですね丁寧に作って皆さんにですねご紹介できればなと思っています。今安い服もいろいろとありますが、長く使っていただけるような丁寧なものづくりで、ベーシックなところを軸足にしながらもしっかりとトレンド感も感じられるようなものづくりしてますので、ぜひこれからもですね僕のブランドソー楽しみにしていただければなと思っています。以上スタイリストのシュンでした。また次回の動画もお楽しみに。